はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学 2B の数学的機能法6をお送りします。でね、だいぶ長いことやってきましたけど、この機能法、そしてこの章、これでね、最後となります。まずね、ここまでお付き合いいただいて本当にありがとうございました。で、最後もね、1問のみです。なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいなと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。もうじゃあ早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ最後いきましょう。で、最後はですね、数学的機能法を用いてっていうのが文面に出てこないんですけど、まあ、特徴としてこの2つ、まあ、あるもの2つがあるので、その大小を比較する、大小比較ね、どっちがでかいのっていうのを求めるときに数学的機能法を使っていきます。で、この問題はですね、基本的に、あ、こっちの方が大きいっすよとか、こっちの方が大きいっすよっていうのではなくって、ある数字、n がいくつ以上の時はこっちがでかいよみたいな風に必ず変わります。だから、まずその切り替わるポイントを調べなきゃいけなくって、で、その切り替わるポイントっていうのは、だいたいね、n が小さい数字で出てきます。だいたい2とか3とか4とかそのあたりで出てくる。だから、ひとまず表とかを使って調べてみる、地道にね。なので、まあ、表の書き方はそれぞれ自由だと思うんですけど、例えば、右だよね。この辺でいいかな。まあ、n を入れますと。どこまで行くかな。あ、まだ全然入ったね。で、n でしょ。で、今度3の n 乗と、5n プラス1で比べてるので、まあ、こんな感じで書いて、1を入れてみましたと。で、もう単純に入れるだけだから、3の1乗で3でしょ？入れると6だと。で、2を入れてみると、左残額で11。で、3を入れてみると、こっち27、めっちゃ増えてくもんね。で、こっちは3、5、15で16。ここで切り替わるね、ちょうど。で、まあ4つ目一応入れてみると、ここが81、で、こっちが21なので、ポイントとして n が3になった時に3の n 乗の方が大きくなる。でも1と2の時はこっちの 5n プラス1の方が大きいっていうのが分かるんだよね。で、まず 5n プラス1が1と n が1と n が2の時大きいっていうのも代入すれば分かることなので、まあ表を書いておけばそれは満たすと、こっちの方が大きいですよって。ただしこっちに関しては確かに今3と4を調べたらさ、こっちの方が大きかったでしょ。でも、いや、絶対なるんだよ。なるってわかるけど、でも、ちゃんと証明しないと、いやいや、もしかしたら n が163の時ひっくり返るかもしんないっすよね。っていうことになってしまうので、いやいや、この先ずーっと3の n 乗の方が大きいっすから。っていうことを言うために数学的機能法を使います。そういう時に使えるからね、機能法っていうのは。なので、まず最初にですね、まあこう予測するとか、まあこれを証明していくよってことが言いたいので、まあ、書き方はこれ先生に合わせてね、みんなのね。自分だったら、表を書いてね。右の表より、n が3以上の時に変わるじゃんか。だから、n が3以上の時に、3の n 乗のが大きくなる。で、ちょっと番号をつけておきます、これ。で、あることを、今から証明するよって。まあ、とかで自分は書きますね、最初に。で、その証明するときに使うものがただ単に数学的機能法だよっていうだけの話。なので、1番いきましょう。で、気をつけなきゃいけないのが、これ、機能法の4かな？だから2個前の動画でやりましたけど、n が3以上で始まってるので、スタートは3だよ。だから1じゃないからね。スタートが3だから、ここも。n イコール3の時から始めます。で、3の時、1に置いて、まあ、これね、番号置いたから、1に置いて、左辺イコール、3の3乗だから、27。まあ、さっきやったけどね、あっちでね。で、右辺イコール、5×3 プラス1で16だから、3の時はちゃんと1が成り立ってましたねと。
まあ、ここはいいっすよね。さっきやったことだしね。で、次に大事なのが2番です。で、まあ、いつもならね、N イコール K の時に成り立つと仮定するとから始めるんですけど、2個前の丸4番の時にもやったように、スタートが1ではない時にはまずそれを書きます。N が3以上なので、もちろん K も3以上として考えていきます。3以上とするとでいいかな。3以上としてでいいか。として、まずこれ一言置いてね。 N イコール、あとは同じ K の時にこれが成り立つと言いたいから、3の K 乗大なり 5K プラス1 が成り立つと仮定すると。で、これを置いたら、いつも通り K プラス1の時を考えます。で、N イコールの時、時にを考えると。で、これは不等式になっているので、まあ、左辺引く右辺を考えていくと。だから、左辺引く右辺イコールで、K プラス1について考えるので、まず、こいつがね、3の K プラス1乗マイナス、これ言ってるから5括弧 K プラス1プラス1と。で、それが正になることを最後言えればいいからさ。で、そこまで頑張って持っていくと。で、まあこれね、不等式のやつやった時にもやりましたけど、ここから無理に3を1個前に出します。これを使いたいからね。だから、3×3 の形状、ここ。と無理やり変形して、まあこれは配っちゃいましょう。マイナス 5K、マイナス5と。で、3の形状のところ。まあ一応書いておこうかね。ここですね。を、こいつをこいつにわざわざチェとチェンジします。この後計算しやすいようにね。その時に向きがこうなると。で、先に書いちゃおうか。3かけるこれを入れるから 5K プラス1でマイナス 5K マイナス5と。で、なんでこうなるかっていうと、こいつとこいつ比べた時にこいつのが大きいって言ってます。今大きいものを小さいものに変えたんだから、総合的に計算したものももちろんこっちの方がちっちゃくなります。こいつとこいつ比べた時にね。だからここが大なりに変わるよと。まず前にやっと同じだね、やってることは。で、右側行きたいな。入るかな。いや、やめとこう。ちょっと下下げますね。で、これ展開して計算すると 15K なんで 10K プラス3だからマイナス2となります。で、これは必ず、まあ、K が3以上って条件がついてるからね。なので必ず正になると。つまり、あ、俺どっか間違ったかな。ちょっと待って。マイナス5で、プラス、ごめん、ここちょっと待ってよね。マイナス5。そうだよ、ここおかしいよね。失礼しました。これ、プラス1があったから、忘れとった。こうか。これでいいかな。いや、ちゃう。ごめん、超テンパってる。これ、マイナス入れたものだから、こうだよね。失礼しました。抵抗等は、ここがこうなるんだ。ごめんよ。さっきね、事前に解いてあったんですけど、それと、ここの土地が違くなってて、これで同じか。あ、OK。失礼しました。で、一応、まあ、K がね、3以上っていう条件もあるので、これは絶対に正になります。まあ、3入れても絶対正だし、それ以上増えてったら絶対正になるからね。つまり、もともとね、左辺引く右辺を押したら正になったと。だから、まあ、これが成り立つと。で、これどういうことかっていうと、左辺から右辺を引いたものが今、ダイナミゼロになりました。左辺から右辺引いたらこうなったからね。で、この右辺をこっちに持ってくれば、結局これが成り立ってるから。つまり最初に言いたかったこれが言えましたよと。
で、これが言えたので、より n イコール k プラス1の時も成り立つよと。で、下まで入るかな？いけるね。で、1番2番全部揃ったんで、2番より、これ n イコール3以上の時ね、それでやってるから、の、すべての自然数について成り立つことが言えましたと。で、これで、機能法については終わりなんですけど、結局言いたかったのは大小関係比較しろって言われてるから、最初に推測したものが本当はね、さっきも言ったように100いくつでは違うかもと突っ込まれてたところが、いやいや n イコール3以上の時全部言えましたからっていうことを書いたので、もう文句のいいところが、言うところがないと。つまり、こっち行こうか。よって、入るかな？いけそうだね。大丈夫ね。ちょっと待って。ここと混ざるから、もうちょっと右に持ってこよう。よって、この時も書きたいんですけど、1と2の時に、こっちがでかいことも言わなきゃいけないんで、n イコール1と2の時は 5n プラス1の方が大きいですよって、こっちの方が大きくなったからね。で n イコール3以上の時はこっちの方が大きくなりましたよって、きちんと両方書いて正解になります。これで終了ね。すごいね、こっちをやることに必死になると、最後これ書き忘れたりするので、ちゃんと両方一緒に書いて、ね、正解をもらってください。いいかな？では、今回は、高校数学、数 B の数学的機能法丸6をお送りしました。今回もね、ここまでご覧いただいて本当にありがとうございました。そして、最初にも言いましたが、この章がひとまずね、ここで終了となります。もしかしたら、まあ、あとあと追加していくこともあるかもしれないんですが、ひとまず一区切りですね。で、次回から新しい章の確率分布について一応取っていこうと思っておりますので、もしよかったら次の章も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。